中年オタッキーです。ワクチンの副反応ですが、まだ調子悪いです。なんかちょっとね、ふわふわした感じです。まあもうね、生活に差し支えはないんですけどもね、ちょっと疲れやすくなってますね。まあ僕の場合はね、アレルギーのデパートみたいな体なんでね、ちょっと特別なんですけどね、普通の人はね、何も起こらないと思うけどな。まあ熱、ちょっと熱ぐらいは出るんだろうけどね。でね、今日はね、このカメラとレンズで写真を撮ってきましたので、その紹介になります。はい、これペンタックス SP でね、レンズはね、オートタクマ 55mm F2 っていうレンズがついています。このレンズがね、どうやら富岡光学が製造しているレンズ、製造していたレンズですね、のようでね、非常にね、雰囲気の良い写りをするということでね、今回試写してまいりました。それでは動画スタートしてまいります。はい、今回紹介するね、この、まあ、レンズですね、オートタクマ 55mmF2 なんですけどもね、ジャンクカメラまとめてセットのね、ペンタックス SV についておりました。どうやらこのレンズね、ペンタックス SV の標準装着レンズだったみたいで、この組み合わせでよくあるみたいですね。まあ僕のはね、当時もののね、フィルターもついていたんですけど、まあ撮影するときはね、外してますけどね、もう古いんでコーティングが終わってるんでね、これ UV って書いてあるんだな。この時代も UV ってあったんだね。SL393。なんかよくわからない文字もありますが、なんせ UV ってどっか書いてあったんだよな。どこだったかな、もう前いいけど、でね、このレンズなんですけどもね、レンズ分解清掃職人さんから言わせるともう間違いなく富岡光学のレンズということで、1959年製みたいなんですけども、まあ一説によるとね、朝日光学ですね、まあペンタックスが、レンズのね、製造がなんか波に乗ってない時期に外注に出したんではないかというふうに言われております。まあ、半自動レンズになるんですね。よっ。これね、ここにね、レバーがあるんですけど、これで絞りが開放になるんですね。よいしょ。で、レンズを外してみると、まあちょっとここにポッチンがあるんですけど、このポッチンを押すと、これ絞りが絞られると。で、通常のね、一眼レフカメラ、この絞りが一瞬絞られて、シャッター膜が走り切ってミラーが降りてくると、もうまた絞りが開放になるんですけど、こいつは開放になりません。半自動レンズということですね。まあこれが半自動レンズに対して、自動レンズは、開放が勝手になるのが自動レンズっていうことなんですけど、これオートタクマなんですけど、まあオートとはいえ半自動なんですね。で、まあ M42 マウントということで、このペンタックス SP に、今回は装着してきました。ちなみにね、そのジャンクまとめてセットについて、で入っていたペンタックスの S2 だったかな ?SV でちょっと忘れてましたけど、シャッシャッター膜のね、もうリボンが切れてまして、シャッター膜自体はね、使えそうなんですけどもね、まあリボンが切れてるんでね、もう後膜が来ないんですね。先膜が走って終了みたいな感じで、後膜が走ってこないんですよ。だからまあシャッターが開きっぱなしになっちゃうんで、まあ使い物にならないということで、まあ仕方なく今回はね、ペンタックスの SP で撮ってきました。まあペンタックス SP もね、いい加減古いカメラではあるんですが、あんまりシャッター膜切れとかは見たことが僕はないですね。まあ露出系はね、ほとんど動かないものばかりですけどね。で、今回使用した、フィルムはね、アリスタエディウ200というフィルムになります。まあ中身はフォマの200なんでしょうけどね、モノクロフィルムでね、試写してまいりました。果たしてね、どんな絵が撮れたのか、富岡光学の実力はいかにということなんですけどね。それではここからは、作例紹介になってまいります。
はい、作例でありますがね、今回ちょっと結構急ぎで撮ったんでね、わけのわかんない写真も多くなっておりますが、まあこのディテールを見ていただければわかるようにね、非常に良いレンズだと思います。ボケはね、その多少二重ボケも出ることは出るんですけどもね、まあ8まで絞ってるほとんどが8まで、これは開放ですけどね、おおむね綺麗なボケだと思いますね。こちらもそう、これも開放ですけどね、まあちょっとだけ2000ボケが出る傾向にありますが、まあいい感じだと思います。で、まあシャープネスは非常に素晴らしいものでね、これ200、ISO 200の、フィルムで撮ったとは思えないような高解像度になっております。逆光にはね、そんなに強くないです。はっきり言って逆光には弱い部類とも言えるかもしれませんが、まあそこはね、60年前のフィルムということで、ある程度は仕方ないのかなって思いますね。まあ解像度、雰囲気のいい写真が撮れるということで、まあまあいいんじゃないでしょうか。もうこのようにね、逆光はね、もう本当にフレアがバーンって広がってしまいますね。まあその解像度とね、ボケのバランス、またね、この生めかしい写りですか、金属面とかね、そういうのはね、素晴らしい、レンズになるんだと思います。まあ富岡光学のね、レンズにね、まあ、外れはないと。まあ、そんな感じなんですけどもね。まあ、このレンズね、本当にはっきり富岡とは分からないんですけど、まあ、富岡と言われてる。まあ、写り的にはね、まあ、富岡なんだと思います、多分。で、案外安く転がってるのがミソですね。結構な数売れたんだと思いますね。今言ったら、マキエレンズに近いような形なんでね。で、まあ、富岡のね、50ミリ、およそ、および55ミリとね、この F2 っていうのがね、よく聞きますけどもね。まあ、F2 ってね、55ミリ、50ミリでは暗いと思われる方もいらっしゃるんですが、まあ、この F2 よりは明るくても別にそんなに意味はないし、無理なく作れるという意味ではバランスのいいレンズになる可能性も高いんで、まあさらに富岡が作ってるんでこのレンズの場合は結構いいんですけどもね、非常にね、いい写りになるものが多いです。 F2、でこの富岡のね、レンズということでさらにいいという感じですね。で、まあ古いものになりますんでね、結構ね、不具合が出てるレンズも多いです。僕のレンズはね、この自動絞りのね、絞りがね、ちょっと緩くなってました。これね、からくりがあるんですよ。このレバーを、こう、回すとね、絞りが解放になりますよね。で、シャッターが切れると、絞られるんですけども、このレバーがね、この動かすもの、これの動きが渋くなってしまうんですね。まあ、粘るという傾向ですけど、まあ、ここにね、ちゃんと動く部品が見えますんで、これを清掃してやったらね、絞りの速度は上がります。まあ、元通りになるというところでしょうか。僕はね、パーツクリーナーを、つけた綿棒でね、一生懸命このね、走る溝のあたりをね、この間のね、溝をね、清掃するとね、絞りの速度が上がって良くなりました。これ絞りの速度が遅いまんまだとね、絞りがまだ絞られないうちにシャッター膜が走ってしまって、写真のね、露出がオーバーになってしまいますので、この、カチンってね、素早く絞りが絞られるかがポイントですね。これ見えるかな？このカチンって音が出るぐらいね、歯切れのいい音が出るような、絞りの速度にならないとちょっと問題があると思います。これね、もう、絞り解放レバーがある、あるあるですね、これね。もうこういう構造になってるから、まあ、仕方ないんですけどね。まあ、新しい完全自動絞りのカメラには出ない、トラブルだと思いますね。まあ、その完全自動絞りの、
レンズで、絞りの速度が遅いときは、もう、絞りユニットを分解するしか、まあ、方法はないんでしょうけどね。で、まあ、オークションのね、相場はね、本当にバラバラなんですけども、狙いはね、カメラにひっついてるやつのが狙いだと思います。レンズ単体でね、売るとね、なんか高くなる傾向。で、まあ、ジャンクカメラとかにね、ペンタックス SV とかペンタックス S2 とかがね、入ってて、それにたまたまこのレンズがついてたらっていうのをね、狙うのが美味しいと思います。で、僕のね、このレンズはね、比較的状態が良くてバラしてません。曇りも何もなかったんでね、フィルターがね、曇ってただけでね、あと後玉もね、ちょっと曇ってたんですけど、表面だけ磨いたら綺麗になって、中身は一切いじってません。もう完全にこれ完全にバリ玉です、今ね。カビも何にもない。これもう奇跡としか言いようがないんですけど、60年も前のレンズでこんないいコンディション。奇跡としか言いようがないんですけど、分解したことが、つまり分解したことがないんで何とも言えないんですけど、まあ、このぐらい古いレンズはね、分解は比較的容易なんで、分解にチャレンジするのもありかと思います。で、どうしても不安な方はね、個人のブログとかでね、オートタクマ 55mmF2 のね、分解清掃とかね、そういうのを調べてね、そのやり方は大体解説してありますんで、その辺をね、参考にしながら分解すればいいと思いますね。結構分解簡単だと思うけど、どうでしょうね。まあ、化粧板はね、カニ目がないんで、僕の場合だとゴム手袋をつけて回すことになるかな。さすがに素手では回らないか。力のない方はゴム当てとかをね、押し付けながら回すことになると思います。で、これね、M42 マウントなんでね、カメラにつけてゴム当てで回すと多分ね、レンズもね、緩んでしまうと思うんですよね。これを固定するのをちょっとうまいこと工夫しないと回らないかもしれません。かといって、片手で、カメラごとレンズを押さえて片手で回すっていうのもなかなかね、器用な、パターンになってくると思うんで、まあ、バイスで挟むのも問題だからどうするかな。レンズ単体で置くか。レンズ単体で柔らかいものの上に置いて回す。絞り連動レバーがちょっと歪みそうな気もするから微妙だな。まあこの辺はね、ちょっと注意して作業するということになりますかね。僕のレンズはたまたまバリ玉で良、かったです。はい、今日のね、カメラというかレンズ紹介ですね、非常に良いレンズとなっております。で、安価ですのでね、比較的安価になりますので、ぜひとも入手してね、お試しいただけたらと思います。で、結構ね、ミラーレス一眼に装着して、試す方も多いと思いますけど、やはりね、フィルムカメラは、フィルムレンズのカメラのレンズは、フィルムで試した方がいいと思いますね。まあ、ミラーレスでも十分味が出るんですけども、より味が出るのがフィルムです。かなりね、差が出てくると思いますので、ぜひともフィルムで撮ってみてはいかがでしょうか。はい、今日のね、レンズ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、 LP500S さんからですね、おたきさんこんばんは、いつも動画楽しみにしてます。カメラペンタックス、120SW の初現像しました。フィルムはコダック200、タイトルは妻と息子。初めてコンパクトフィルムカメラ AF の撮影しました。撮影も簡単でポケットに入るカメラなのでスナップ写真に良いですねっていうことですね。で、投稿なんですけどね、これいい写真ですね。奥さんとね、お母さんと、手をつないで歩いている様、構図もこれなかなか良いですしね、光の境界線ということで結構印象的な写真になっておりますね。日付も03年ということでね、令和で、西暦が終わってるんで、令和でやってるっていうのが、まあ、丸見えですけどね。この写真ね、ちょっとね、微笑ましい写真ということで、タイトル画面にさせていただこうと思います。スナップ写真でもね、全然ね、コンテストとかに通る写真あります。スナップ写真もどんどん送ってくださいね。LP500S さんありがとうございます。次はサムライジャパンさんの投稿で、2枚ですね。
消えるか生かすか地元の産業遺産。昔は仮面ライダーのロケもあったような、点々点。北運河の産業遺産。カメラペンタックス K1000SE。FA リミテッド 43mmF1.9。富士カラー、富士ネガカラー100仕様。2枚目はミラーレスペンタックス K01 で撮影。早く起きた朝。なんとなく早く目が覚め、寝室の窓を開ければダイナミックな雲で日が昇ってました。レンズは SMC-DA ズーム 1855F3.5 から 5.6 を使用しているということですね。でね、1枚目からいきますけど、これ北海道だったんですね。なんだっけ、レッツゴー仮面ライダーっていう映画にね、この施設出てきました。仮面ライダー、ダブルとかに出てきましたね。結構ね、貴重な建物のように見えますね。でね、2枚目はね、これ本当にね、いい感じなんですよね。太陽がね、左隅から上がってきてる構図も抜群にいいと思います。結構ね、ダイナミックレンジ広めですね、このカメラね。うん、いい絵になっていると思います。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次は北野隆さんから2枚ですね。こんにちは、写真投稿2枚送ります。神社にて、1枚目神社にて、カメラオリンパストリップ35、フィルムはコダックプロイメージ100で撮りました。2枚目は庭のサボテン、デジタルペンタックス KX、レンズシグマズームイプシロンって読むんだこれ、2870F3.5 から 4.5、 テレタン 70mm 絞り開放で撮りました。1枚目のトリップ35は修理カメラ店で整備済みのものを購入。サムライジャパンさんのような写真撮れるように以前の動画を見て参考にしていますですね。2のレンズは北村で200円のジャンクを購入。デジタルで日々、いろいろと撮って遊んでみましたっていうことですね。写真なんですけどもね。これトリップのね、レンズのね、良さが非常に出ておりますね。色も結構いい色なんですけどもね。この明暗のね、はっきりとした写真に結構強いんですね。で、2枚目なんですけどもね、これはジャンク200円のレンズにしてはかなり上出来の写り。サボテンの表面のディテールがよく出ておりますね。刺さると痛いっていう感じですかね。はい。北野隆さん、ありがとうございます。次はね、池さんかな。おたきさんお疲れ様です。前回に続けて写真投稿させていただきます。OM4 が若干オーバーな気がして、下手な考えで露出を少しアンダーに撮影したんですが、限度時間も短すぎたのか、おたきさんの動画を見直して気がつきましたということですね。思ったより暗い写真になりました。ローライト相まって超ハイコントラストの写真になりましたが、ちょっと気に入ってます。2枚投稿です。カメラオリンパス OM4、ローライレトロ 80S。自家現像 SPD50% 希釈、20度8分。1枚目がカッターの静寂。2枚目が、逆光の坂ということですね。で、写真なんですけどもね、確かにね、かなりハイコントラストですが、まあ、これほぼ標準的な露出で合ってるんじゃないかな。こんなもんだと思いますよ。ローライ 80S だと。で、2枚目なんですけど、その坂道が光っている様がね、非常に印象的に映っておりますね。うん、なかなかいいと思います。現像時間はこんなもん、もう30秒ぐらい短くてもいいんじゃないかなと思うけど、現像結果を見る限りではこんなものですね。うん。まあ、拡散の仕方とかでも変わってくる自家現像なんですが、これはおおむね良好だと僕は思います。はい、池さんありがとうございます。次はね、小寺さんの作品で2枚ですね。中年おたきさんはいつも楽しませていただいてます。2枚組写真、タイトル、上の風景、下の風景。望遠投稿写真少ないので思いっきり望遠でデジタル写真。ZOG プラス FTZ プラスタムロン 150-600F5 から 6.3 DIVC-USB-G2 モデル A22、ニコン用、プラス 1.4 倍テレコン 850mm で撮影。前回、美観地区の中橋の下をぶち抜き、今橋を撮影ということが2枚目ですね。これね、テレコンを使っているということで、解像度はやはりもう一つになるのかな？
まあ、こんなもんか、こんなもんか。あ、結構改造してるんだな。テレコン使ってる割には結構改造してますね。2枚目なんですけど、2枚目が非常に印象的ですね。奥の白鳥には残念ながらピントは合っていませんが、まあ、これはこれでいいんじゃないかな。望遠レンズのね、圧縮効果とかね、そういうのがうまく出ている写真だと思います。小寺さん、ありがとうございます。はい、今回のね、作品投稿のコーナーはここまで。結構ね、街ができておりますんですが、もうしばらくお待ちください。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、未完成人さんの俺のカメラですね。おたけさんこんばんは。いつも投稿を楽しみに拝見しております。俺のカメラに投稿します。私の持っているカメラで一番思い出のものを投稿です。EOS650 です。今ではリサイクルショップのジャンク箱の常連ですが、私にとっては大切な一台です。33年ほど前、高校生時代に親に買ってもらったものです。20年前にシャッター膜が粘り不動になって、レンズはすべて売却して本体のみ棚の奥で分賃となっていました。先日何気に電池を入れてみたところ、なんと動くではありませんか。早速ジャンクレンズを買いに行きテストしたところ無事撮影できました。処分しなくて本当に良かったです。これからも思い出の一台として使っていきたいということですね。いやー、このね、 EOS650 のね、レンズシャッター膜の粘りですけども、綿棒にね、ベンジンをつけてね、ちょっとずつちょっとずつ落とすとね、綺麗に落ちます。僕はね、これでね、 EOS650 2台ほどね、再生してます。この動画作ろうと思うんですがね、動画を作ろうと思った時にね、シャッター膜が汚れてる EOS がなかなか入手できないんだな、これが。まあそのうちね、ジャンクで入ってくると思うんでね、汚いシャッター膜のね、EOS が入ったらね、シャッター膜の汚れの取り方を動画にしようとは思っています。はい、未完成人さん、EOS650 ね、非常にいいカメラだと思います。露出系がね、ちょっとアンダー側になる傾向が多いので、プラス1ぐらいかけて撮るのがおすすめのカメラになっていくと思います。モノクロだったらプラス3分の2ぐらいかな。そんな感じですね。はい、未完成人さん、ありがとうございます。今日ね、もう1名紹介しようと思いますね。アリアさんの、俺のカメラですね。中年オタッキーさん、こんにちは。お仕事お疲れ様です。俺のカメラコーナーに投稿します。紹介するのはオリンパスペン FT です。ハーフサイズカメラでピントも合わせたい、露出系もあると嬉しいな。そんなカメラ探していたら見つけたのがここのペン FT でした。オークション見ても感動品は高くて手が出ませんでしたが、メルカリでレンズ付き動作未確認品を1万2000円で購入したら運よく感動品でした。ワンピによく合うのでファッションのアクセサリーとしても最適です。ハーフサイズなので画質もどうなんだろうと思いましたが、フルサイズと比較しても全然気になりませんし、デフォルトの縦構図や粒子感がインスタ映え好き女子にはたまりません。少しでも女性視聴者が増えるようにその一人としてお手伝いできたらと思い投稿させていただきました。PS、この写真もコンタックスアリアで撮りましたっていうことですね。写真なんですこれね、これは俺のカメラというよりはまあ作品投稿のコーナーの写真ですが、非常に良い写真なのでね、タイトル画面にさせていただこうと思います。女子高生好きですしね。まあこれ言ったらね、ただのスケベ親父になって女性視聴者が減りそうですが、女性、貴重なね、女性視聴者ということでね、本当にありがとうございます。アリアさん投稿ありがとうございます。タイトル画面に採用させていただきます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。やったやっちまったコーナー。今日はね、ファーストインパクトペプさんからですね。オタッキーさんと視聴者様のおかげで、ジャンクあさりを楽しませていただいております。ファーストインパクトペプです。やったのコーナーに投稿します。先日北村のジャンクコーナーで奇妙な箱を発見しました。どうやらアンスコシュールショットという1948年頃のアメリカのボックスカメラのようです。作りは非常にシンプルで、シャッター、レンズ、ファインダー、巻き上げ機構がついただけの黒い木の箱。実はほとんど段ボールです。
シャッタースピード、フォーカスは固定の、6x9 のカメラです。ファインダーは縦構図用と横構図用で2つついてます。2000円でした。白黒のストライプがキュートでフグのように見えます。一本目のフィルムはアークロス200で撮影したんですが、露出が全然足りずほとんど映りませんでした。次に手元にあったポルタ400で撮影したら8枚中7枚撮影できてプリント可能でした。ただし写真としての成立しているのはちゃんと日の当たってる明るい場所で撮影したものだけでした。フィルム送りも赤窓を見ながら巻かないといけないのでいろいろコツがいりますが、もう何本か撮ってみようと思いますということなんですね。1948年ぐらいということでね、このカメラおそらくなんですが、映画メンフィズベルに登場するカメラなんじゃないかな。多分そうなんじゃないかなと思いますね。ダニーっていうね、キャラクターがね、いるんですけど、その人が使ってるカメラなんじゃないかなと思いますけど、戦時型のカメラだと思いますね。で、まあ、レンズが暗いんでどうしても映りは弱いものになっていくと思うんですけどもね、ポルタ800でね、ちょっとスローシャッターを使えばしっかり映るんじゃないかな。まあ、もし良いのがね、まあ、良いのが撮れなくても比較的ね、見れるものがあったら投稿していただければ、作品投稿のコーナーに投稿していただければいいと思います。非常にね、興味があります。はい、今日のね、動画はこんな感じで終わってまいります。いかがだったでしょうか。まあ、富岡レンズね、いろいろね、あるんですけどね、このオートタクマは比較的入手しやすいレンズ。で、M42 マウントということでね、カメラにも融通が効くということでね、非常に価値があるものだと思いますね。今度はね、カラーで撮ってみようと思いますが、なんせね、テストカメラ、テストレンズがね、大量にありましてね、どれからだって使っていっていいかわかんないような、まあ、状況になっております。はい、でね、この次の動画はね、多分開封動画になっていくんじゃないかな。カメラ機材のね、比較動画とかもね、ありますが、開封動画が入ってくるとどうしてもね、オークションの出品者にね、回答をね、急ぐんでね、箱を早く開けなきゃいけないし、箱を開けたら撮影することになるんでね、次は開封動画になっていくと思います。乞うご期待ということでね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、最近ね、まあ、ちょっとだけね、チャンネル登録の増加スピードがね、戻ってきておりますが、まだまだね、緩いものになってますんでね、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。あと、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、いつも言っておりますがね、今すぐポチッと押していただければと思います。コメントの方はね、ちょっとね、こんな体調でね、仕事もね、バリバリまだ忙しいんでね、コメント返信がちょっと遅れておりますがね、一応全部ね、返信していくつもりでおりますので、何か感じたこととかありましたら、どんどんコメント、いただければと思います。はい、今日の動画はここまで、また次の動画をお待ちくださいませ。頑張ってね、動画作っていくんでね、ぜひとも応援してください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。